さあここからはですね、参議院議員川田龍平さんをお迎えして、議員としての立場から個人の活動や日本のエイズ対策についてお伺いしたいと思います。川田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。そうですね、やっぱり今までやっぱ国のエイズ対策っていうのは、はい、どうしても研究事業が多くてですね、なかなかその本を仕入れて、うん、エイズをやっぱり予防していく、特に教育の方が僕はすごく大事だと思っているんですが、教育の方に厚生省がなかなか手を出せなかったんですね。やっぱ文科省の管轄っていうこともあって、そういう縦割りの行政の中でなかなかその予防の方にもっともっと力を入れるべきところにできてないなというふうに感じてきました。裾野の広がりを食い止めるというところでは、誰もがそこが手を組んだら一番早いんじゃないかって思ってしまいがちなんですけど、 なぜうまくいかないんでしょうね。今までそのエイズ教育っていうものは行われていたんですけれども、はい、まあ、なかなかそのエイズ教育っていうのも一部のやっぱりエイズ教育で、なかなか性教育に踏み込めないんですね。例えばですね、小学校5年生の保健の教科書では、はい、その血液母乳などっていうふうにくくられてしまっていて、ちょうどその思春期を迎える時期にやっぱり精液とか膣分泌液とか、そういったその本当に性に関わる部分っていうのは小学生では触れられていないんですね、はい、だからなかなかそのちゃんと知らなければいけない知識そのものを学校では教えられてこないというところがあって、うん、学校教育の中でしっかり教えられるべきことが教えられてきていないっていうのがやっぱりすごく問題だと思ってます。それを踏まえた上で、川田さんなりの活動ということだと思うんですけれども、はい、どういうまず改革に着手していらっしゃるところでしょう。そうですね、やっぱりこの HIV エイズのことを、はい、やっぱり今は予防、こういう啓発とかイベントとかやってると思うんですが、まあ、なかなかその本当に一般の人に、どんな人にでも感染する病気なんですよっていうことがやっぱなかなか浸透していないと、はい、これは日本がやっぱり特殊なところがあるのかな。世界で見ていくとやっぱり HIV エイズとかって当たり前なんですよね、でそれが当たり前にこうあるものっていうものがどっかやっぱり隠されているとか、どっかこうやっぱりその HIV エイズっていうものはどっか特別な人のやっぱり問題なんだっていうことになってしまっていることが、やっぱりこの HIV エイズの問題をやっぱりなかなかに身近に感じられなくなっているところなのかなっていうふうには思います。自分も国会議員としてやっぱりぜひともこの HIV エイズの問題だけではなくって、はい、患者として、まあ、当事者としてですね、やっぱりしっかりこの医療の問題にもっとしっかり自分が当事者の目線からこの国の政策そのものを変えていくために、やっぱり全力を尽くしてやっていきたいなというふうに思っています。そんな川田さんのこれからの活躍を我々もぜひ期待させていただきますので、ありがとうございます、頑張っていただきたいと思います。本当に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。参議院議員川田龍平さんをお迎えしました。ありがとうございました。